さあ試合の方すでに始まっております。さあ 2P 側の炎よりを使っているのがマリちゃん。さあマリちゃんは八乙女キャンセルから普通にスパキャンで八乙女、まあ、ダメージは稼いでいる。さあフミフミとは、まあ、真逆のスタイルといいますか安定を取っていくスタイルですね。さあジャン立ち D がジャンプ防止技としてしっかり機能する。はい、広告の方もありがとうございます。さあいくらこの組み合わせをやり慣れているものだとは言ってもこのゲーム独特の駆け引きはやはりあります。さあ空中戦しっかり勝って乗っかっていっているのはマリちゃんのユリ。さあ EX 取り上げ対空を取ってさあなんとか流れを自分の手元に手繰り寄せる。さあ細かく細かくダメージを取っているマリちゃん。さあ遅らせげたんだが手堅くガードするキャップ。さあしゃがみ暴れから今後の方はどんな選択で倒す。さあこれはギリギリ死なない。さあ見合わせて中断、正直な中断だったために逆に食らうというあれですね。さあここでバイスが登場だがバイスも手堅くいくと死んでしまうところがあるだけに、おっとこれはさあ DD 発動 DD、はい、いつものコンボが始まり確実にとどめを刺す。さあ奥の筐体ではナルト対ユーラシアが行われております。さあドライブゲージ全部入ってしまったもののバイスは1ゲージ持っている状況、何でも判定でコンボが決められる状況ですね。こういう状況になるとやはり相手に与えるプレッシャーというものが相当なものになりますので、さあこういうところからゲージ回収コンが入ってまた1ゲージ、さあまた空中に行けば、ま、EXT サイドが入ってしまう状況。さあたまらず発動を使っていき、さあバイスに ダメージを与えていくのだがこのコンボによってバイスのゲージはほぼ満タンに近づいていく。さあガードポイントで取って遠距離 C からジェツ撃剣。あそこにキャンセル EX メイヘムとかやれるんですかね。安定してるから入力消えると思うんですけど。さあここで対空の起点からゲージを持ってるのはマリちゃん側。さあしかしキャップの方も3ゲージ、もうすぐドライブ 50% 溜まるだけにどうにでもなる。さあこれはマリちゃん側も全く安心できない状況。あのしゃがみへ強いですね。まさか小足か大足かなんかを潰したぞ。さあどうなるのか。さあ投げる。さあ中段はガードしていく。さあおーっと当たる。なんという幸運、なんという幸運。今日のマリちゃんは一味違うのか。今のは運がいい。さあキャップが破れてコウコウが登場。まあ、今のは強気というか前々 A が空中で当たる予定だったんですよ。予定で入力していたら当たらなくて地上で出てしまったと。でそこで、キャップ側はうぜえなって感じで飛んでいた、爆捨てかなんかしていたと。ただそれだけですね。さあ試合の方は淡々と進んでおります。さあどうやらナルト対ユーラシアではユーラシア勝利のようです。ひも嬢が登場しております。さあキャラ選択をギリギリまで粘って、ギリギリも何もないですね。時間無限大ですね。あの嫌がらせはやめて早めに選びましょう。はい、あの僕が泣いちゃうので早めに選んでください。お願いします。実はですねこのゲーム大会モードにすると
キャラクターを相手が選ぶまで待ってから選ぶなんてこともねできなくはないんですよ。というわけで試合の方が始まっております。炎より対キムガファン。さあカファンとつけちゃいけない今のご時世ですけども、さあ先にコンボを決めているのはマリちゃん。やはりキエンザンを出していく。立ち上がってコンボが入って新名称。さあやはりキエンザンがあだとなって負けパターンになるのか。さあもうすぐ延長ですね。さあノリノリのマリちゃん、このまま2立てする流れなのか。さあ力強く取り返しに行こうとするココ。さあコンボで運んでしっかりとダメージを増やしていくが、全然致命傷には至りません。やはり残りゲージは少し足りない、物足りない状態ですから致命傷には至らない。あれだけコンボを食らったとしてもまだ4割ほど残っているマリちゃんの炎いよりまだ元気に元気に動いています。ここからでもワンチャンでこの空手を殺せる火力があります。さあちょっと追撃が安いためまだ、おっとなんか出てしまう。さあここで空手同キャラですね。さあ延長延長延長の時間ですね。さあこのラウンドがかなり勝敗を分けると言えるでしょう。ここで大きく差をつけて勝てれば大将戦にも大きなアドバンテージを残せます。残りゲージ的な意味でもそうなります。さあ EX 流行を決めるものの状況的に2ゲージ使わされたと言えなくもない。このゲーム相手を倒した時の体力回復量が多いため、あの程度の耐久では体力回復でほぼ全開、あの分は全開されてしまう可能性があります。さあ高校側が逆転しており目が離せない状況に。さあ画面足に追い詰めてノーマル流行、これは死なないか、ギリギリ死ぬ。さあ体力のコンボの管理は完璧。さあいい勝ち方をしたと言えるでしょう。ドライブ残した状態のマリちゃんの空手2ゲージドライブ 100%、 後攻側も2ゲージドライブ 100% という感じになっております。このラウンドで空手が粘るか、後攻側がサクッと終わらせて大将戦に持っていくか。吹っ飛ばしカウンターからの追撃、手堅く手堅くいくのか。このカウント、タイムカウントで負けてしまえば先ほどリュークランボを決めた分はほぼ全開されてしまいます。やるのであればこのラウンドで勝っておきたい。さあ今のは EX 力間に合うか、かなり怪しいところだったが、さあ乗っている。さあ八乙女はいけない。さあ最後の最後で粘る。この高校側の 2P 側、あ、すいません、 1P 側の大将の爪というキャラはかなりワンチャンのあるキャラなので全く気が抜けません。2ゲージ 100% あれば即死級のコンボを決めることができます。さあここはプレッシャーかかっているのはマリちゃん側と言えるんじゃないでしょうか。さあなんとか安全な安定した試合運びをしたいが、おっと EX 砲撃になっていない。さあ3ゲージ溜まってしまった、届かない。さあガーキャンで押し返して、さあ空中 EX 三月さん、勝ったのはふみふみマリちゃんチーム。はい、じゃあちょっとお待ちください。はい、それでは、A 筐体の方はまだ先行入力で突っ込んでなかったような気がするんで、もうやっちゃいましょう。晴れ頃タコヒロチームと初期アズチームお願いします。晴れ頃タコヒロチームこっちでお願いします。こっちで、
はい、準備できたらもう始めちゃってください。あ、どうぞ、大丈夫です。さあ、1P 側がアズ、2P 側がタコヒロという形になります。奥の筐体では、ひもじょう VS 直樹が行われております。共に先方キャラ対決ですね。さあ、ジャックガトリング入って乗り込めしている。さあ、乗り込めない。さあ、ファイヤーして、さあ、乗っているのはひもじょう側。さあ、じゃあもうどんどん次の組み合わせ先行入力していきます。メプアリスチーム、遠足ジャックチーム、メプアリスチーム、遠足ジャックチーム、はい、メプアリスチームいますね。はい、遠足ジャックチーム、遠足ジャックチーム、はい、はい、もう一個の組み合わせも呼んでおきます。ケイズミューチーム、ヒロトリノモトチーム、メプアリスチームと、遠足ジャックチーム、はい、もう一個の組み合わせもう一回言います。ケイズミューチーム、ヒロトリノモトチーム、大丈夫ですか。じゃあケイズミューチームは、B 筐体で、ヒロトリノモチームは B 筐体 で A 筐体でメプアリス、遠足ジャックチームということでお願いします。さあ、さすがにもう開始から1時間半ちょっと経過しましたんで、じゃねえか、正確には生放送の開始とともにだから1時間ちょっとですね。1時間ちょっと経過しましたんで、僕も喉の方はやばくなってきましたけども、さあ、試合の方はタコヒロ側が発動してしまっている状態。さあ、ここから発動コンボのやり直し。さあ、しっかりと決めきるがネオマは使わない。このより限定コンボを決めてジャックアルゼンチン。さあ、奥の筐体の方も少し様子を見てみましょう。奥の筐体の方は、ひもじょう側がラルフ中堅、残り体力は6割ほど、直樹側が大将ユリ、体力は9割ほどありますけどもリードされている状態です。さあ、 1P 側のアズは津田沼方面のプレイヤーさんのようなんですけども、さあ、 2P 側のタコヒロは八王子方面のプレイヤー。さあ、両地域お互いおそらく接点はないと思われるんですが、さあ、地域をかけた対決と言えるでしょうか。さあ、リュークランプ出ないで EX の当て身になり、試合の方はまだ続く。さあ、 EX リュークを入って押しているのはアズ側。さあ、吹っ飛ばしの強い部分を押し付けて相手にやりたいことをやらせない。さあ、しかし空中ヒットだ。さあ、鬼焼きが漏れ出てしまった。まずは勝ったのは、一人目対決で勝ったのは厚川。ここで 2P 側にハレゴロが登場。さあ、本作はね、ドットが良くて評価された節があるだけに、あ、僕自身は 2D でも 3D でもいいんですけども、海外なんかだと 2D ドットによってこのゲーム素晴らしいなっていう評判を得たところがあるんで、ドットを捨てるのはちょっともったいない気はいたします。海外での評価が下手すると180度変わる可能性があるだけに、ちょっと怖いですね。どっちになっても面白ければいいんですけども、海外での評価が変わってしまわないか不安があります。というわけで、奥の筐体、さあ、際どい対決になっている。残り15カウントで直樹が発動コン決める。発動コンミスらなければ終了する。
さあ直樹さんミスらず決めて思わずひもじょうも叫ぶ。さあ奥の筐体、じゃあ待っていたチーム入ってください。今勝ったのが、直樹ユーラシアチームですね。さあ直樹が踏ん張りましたね。さあ今やっているのが、勝ったのは直樹、ユーラシアチームです。さあちょっと目を離した隙にジョーがやりたい放題やってるんですかね。これはさあハレゴロが叫ぶ。さあまあちょっとね、ジョーがやりたい放題なんで、ジョーのやりたい放題を実況していてもどうしようというところがあるんですけども、さあ隙は逃さずコンボを決めて画面端に運搬し、またピオラセに行くのか。さあこれはそりゃボンガロのキムも乱暴ですねって言いますよね。これはおっとなんだ今のは。さあちょっと不可解な動きではあったがネオマを決めてまずはジョーを倒す。ここでフォアジャイの登場。おそらくフォアジャイとは数をこなしてるんではないかと思われるアーズなんですけども、さてどうするか。ゲージを持っているのはハレゴロー側、フォア側がゲージを持っている。酒を飲み、さあちょっと酒飲みがまだダメージにはつながっていないんですけれども、どうなるか。はい、強飛炎からちょっと遅らした下段に行こうとするが、おっと飛炎が当たる。強気の飛炎。さあ前々からしっかり半月で置き攻め。さあダッシュにはしゃがみシースラで手痛いお返し。さあここで登場するは爪より。さあ酒を飲んでいくが、酒というのはまあ一気に殺されてしまう可能性も高まりますんで、どうなるかは分かりません。食らうダメージは 1.1 倍になります。コンボの幅は広がりますが防御力は下がります。さあまたしても酒を飲む。そろそろ控えた方がいいんじゃないかっていうぐらい飲んでいく。さあ EX の A 打ちでお返しするが、ハレゴロ側もたまらず強ドラゴンキックでやり返していく。さあしっかりと追撃を決めて、ここで登場するは 1P 側初期。さあどうなるか。いや 1.1 倍の攻撃力がでかいんですよ。フォアジャイはもともと火力があるから 1.1 倍がでかいんです。フォアジャイは酒飲んですごく大変なことになる、すごく強いキャラなので、ここでフォアジャイの同キャラ対決が始まるかと思いきや、初期にフォアジャイがいない。初期にフォアジャイがいない。さあ状態空手が始まっていく。さあここは安定した勝利を取るためにフォアジャイを捨てたか、はい、投げて、まあ、この組み合わせ、上側は結構絶望しますといったところでコンボ見せる。さあどうやら奥の筐体ケイズがヒロトを倒すという大金星。
ヒロトどうやら幸せすぎてやられてしまったか。さあ残るはリノモトのみとなってしまう。さあ手堅く手堅く冷たく冷たく初期の空手がジョーを倒す。さあヒロト弾幕が止まらない。ヒロトは今映ってないのにヒロト弾幕が止まらない。さあちょっとうまく遠距離が入らないが、さあ変な当たり方してしまう。これは相当なゲージ回収とともに空手が死ぬところまではいかないでしょうかね。これはさあ途中でコンボを切って、ゲージ回収のみにとどめる。さあ逃さない、何でも判定の EX ドラゴンキック。さあやはりフォアジャイ、フォアジャイを入れていないことを後悔させるのか。ハレゴロ、さあ酒さえ飲めばどうとでもしてくれるこのゲラ。逆にベニマルもダメージして通常投げが入ればどうとでもなります。さあ遠距離では届かないもののダメージを積み重ねる。あの空中で降りてくる蹴りもロバートの非友人客に謝らなきゃいけないぐらい、でそれぐらいすごい技なんですけども、さあこれはミスらずいくのか、ミスらずいくのか。さあやりきらなければこのコンボにした意味はない、やりきらなければこのコンボにした意味はない。さあゲージは使うものの殺しきるか、殺しきる。さあやはり人がいない時には店員ながらもこのコンボをずっとゲーセンで練習しているだけのことがある。さあそれを今披露していく。さあ晴れ頃側しかしゲージを持っているためここからでも十分に逆転の目はある。どうにかすることは十分にできる状態。さあ晴れ頃側どのようにゲージを使うかがポイントになるでしょう。さあ遠距離 C でしっかりガードして、あ間に合わないそれは。さあしかし運びきれないと思われるのだが、さあ半端にゲージを使わせたという意味ではありだったのかもしれないが残り体力が危うい。はいベニコレ決めて置き攻めは、さあコマンド投げしたところにバクステライジン剣。さあ勝ったのはアズ初期チーム。さあ勤務中のコソ連が功を奏したと言わざるを得ません。いやーあれを大会で見ることができるとは。